見るわかーやすみ時間ラジオ今です。ノーでーす。なんでこう一緒に歌ってくんないんですか。わかるか何やるか打ち合わせもしないのに。ちょっと好きなんですよこのくだりね。というわけで、今日も絶賛ということなんですけどもね、休み時間も今週もお疲れ様でした、はい、皆さんね。あらさ、ね、いろんなシーンがありました。そんな週末を振り返っていきたいなと思いますけどもね。はい。はい。何？いや確かに楽しかったシーン、めちゃくちゃ明確に僕1個あるんですよ、ね。何ですかそれ、そんな聞きたい先生。いや、笑っちゃったスーパーゴールがあるんですよね。はい、スーパーゴールちょっとありすぎてさ。そうですね。でも俺一番最初に正直言ったのはこれですよ。はい。まあ、ヤフーのトップニュースにも載りましたけど。はい、はい、はい。J2 大分横浜 FC 戦の決勝ゴールですね。はい、はい。山下亮也選手の2点、うん、まあ、横浜 FC の2点目ということになるんですけど、はいはいはい、左サイドから山下選手がドリブルで駆け上がっていくんですよ。うん、ただ、ドリブルで駆け上がってる時に、スパイクが脱げまして。あれ？俺それなんで見てないんだろう。いや、もしかしたら、気づいてないだけかもしれない。その後、何やかんやいろいろあった後、また、逆サイドのボール行ったりだとかした後、また、左サイドのペナルティーエリアの中で、山下選手のところにボール転がってくるんですよ。ただ、山下選手、あれ？あっちに、俺のスパイク、あ、ボール来ちゃった、打っちゃえ、入ったんですよね。それ僕ちょっと見逃し、僕今から見なきゃ、それは。靴下でゴール決めた。ゴールに入ったらボールでした、靴じゃなくて。大丈夫でした。ちゃんとボールでした。VAR で見たらスパイクだったとかじゃないですよね。スパイクはミドルサードとアタッキングサードのちょうど中間地点ぐらいのところに落ちてます。わかりやすい表現するんじゃないよ。なるほど。そうなのよ。1、2でね、横浜 FC が下してます。横浜は調子いいですもんね。そうですね。山本選手、初戦か開幕戦の大宮戦でも決勝点につながる、はい、いわゆるペナルティエリア獲得もありましたから、はい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 、まあ一人でだから勝ち点4分の仕事やってるってことですよね。プラス2、プラス2ってことですげえなと思います。かなり。好調でございますよね。間違いないと思います。で、ちなみにどんなゴールだったかっていうのを言うには、この人の話もした方がいいなと思っていてね。やっぱ大津さんじゃないですか、うん、大津さんそうですね、はい、大津さんと似たゴールなんですよ。ちなみに山下選手、あ、本当すごいですよね。そうか、今日さっき行われたやつだもんね。そうなんです。あ、そうかそうか、それで見てないのか、ちょっと見ますね。我々日曜ね、はい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 、夕方に撮ってますからこれね、はい、そうだ。で、前日で考えたらね、京都、岩田、うん、まあ、いろいろありましたけど、ただいろいろ起こる前の大津選手のゴールですね。いやー、ミドルシュートっていうのがちょっと違う気がしますよね。ロングシュート。いやー、ロングシュートとも言っていい気がするし。軌道が気持ちいいな。軌道が気持ちいいのが多かったですよね。岩手のさ、ディフェンダーの、はい、ね。あ、そうね。ちょっとドライブ気味のやつとか。香川くんのもとかもそうだし。あとはあれ、ね、当たってるんだなっていうの後で見ましたけど、ガンバのね、小野瀬選手のやつとか。ああ、そうね。すげえドライブシュートじゃんと思ったら、まあ、ディフェンダーに当たってたらしいんですけどね。なんかそういうさ、なんか、わーって軌道多かったですね。あったね。ボール変わったとか、思っちゃうぐらいの。いや、ちょっとだからなんか、ね、なんかあれですよね。うん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 。だから他にもまあ、フリーキックだったとはいえ、はい、岡山のやっぱヨルディバイス選手。いやね、あとはマリノスの小池選手ですよね。そうそう、あ、もう気持ちいいアングルから撮ってたね、あれね、気持ちいいね、ね、相手に失礼ですけども、すげえ、なんか、はい、怒るなと。巻き角ね、巻き角わかる。 あれは打ってみたいね、一度ね、打ってみたい。来世では打ってみたい、あれは。その時もサッカーはフィールドで行われているんだろうか。そんなないです。一回なんか違うものでやるの、私。確かにね。あと、まあちょっとガンバの皆さんには。もうちょっと広げましょうよ。あなたがそのパスコース作ったのに追いかけたのに必死に。何すっと言ってんですか、冷たいの。いや、もう今のサッカーはもう次のトランジションも始まってるんで、ね。あ、そうかそうか、わかりました。うん、でもやっぱり、あれですかね。ちょっとガンバの皆さんにちょっと酷ですけど、はい、うん、やっぱ小林ってすげえなって思っちゃいましたね。はい、小林のあのね、隠密。隠密プレイですね、まあ。ルール内ですしね。そうですね。うん、そういうゴールキーパー石川くん、すごいもうダメージ食らわないといいけどなと思いましたけど。やっぱあれ、後ろくるって見るもんなんですか普通は。でもだから、うん、もう残り数秒だったもん、ね。ああ、そうか。早くしなきゃっていう。だ、ユウさんもそれ分かってるから。そうですね。視野狭くなってるし、急ぐくんだろうな。そうですね。うわー、ベテランの味だな、あれな。ベテラーの。ベテラーの、ね、ドイツピボーテ、いや、ほんうめえな。それだ、聞きたかったのは倉敷さんね。いや、やっぱそれがすごいなと思いましたね。うん、あ、ね、川崎フロンターレコントラーでしょ。コントラーどこで、ね、ガンバ大阪ですもんね。いや、そうね、
そんなことがいろいろありました。いろいろね、頑張る方からしたらしんどいでしょうけどね。そうですね、勝ち点2があってのもあるけども。そしてね、ちょっとまた勝負のね、あれ分かれるところだと思います。そうですね。はい。あとは、やっぱちょっと、セーブも光った説だし、ね。いや、ほんとあったね。やっぱ、こんな選手とか、やっぱやべえなと思いましたね、あの。あったわ。これも小池選手だっけね、打ったの。横に止めたのも。あと谷さんがブラインドで遅れてんのに体グニャーって伸びたなってね、あれね。いやねえ、あんまりこう話さなかったけど、今日の朝ね、あのミルワカのあの表紙にも実は谷くん使わせてもらった写真ね、あってのもあったのであんま言わなかったけど、そうそう、谷くんすごかったし、やっぱキーパーの力すごい。あとピケ止めたでしょ、ね、あ、そうですね、ね、そう、札幌の菅野、ね、さんですね、よかったよ。キャッチしてたよ。あんまり見たことないよね。ないですよね。キャプテン翼ではよく見ますけど。パッとってかっこよかった ね、うん、俺ね、あとね、もう一個研究したのがあって、上福元選手&張喜寿監督ですね。そうね。はい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 。あ、実にそうでしたね。そう、まあ、レッドカードになってしまったのはあったけど。ね、何回も飛び出してたゲームでね、その中で。そうなんですよ。倒しちゃってね。ね、だけど張監督の僕発言がね、うん、やっぱり素晴らしいなと思っていて、発言インタビューでしたんですか。はい、僕はね、あの去り際のね、ライン際で話しかけたのを、はい、見ようとで、あの時なんて言ってたのかな、気になって、じゃあインタビュー聞きたい。あの、うん、要はですね、うん、まあ、彼に伝えたのはと、言ってくれたのか、これで縮こまるな、俺はお前を評価すると、今後もやれと、飛び出せと、侍大将すげえなと思っちゃって、なんか軽くうなずいて、うん、ロッカーの方に消えていったんですけど、その背中が誇りに、誇りらしいスコーンな感じがあったんですよ。いや、チームもみんなこう、みんな励ました。励ますんじゃなくて、ね、OK みたいなさ、うん、まあ、OK とは言えない、なんだろうけどさ、まあね、周り的に。でもチーム戦術的には、ね。そうだね。なんか名誉のあレッドカードじゃないけど。かね。でしょ、第4節はね、ちょっと出られないってのありますけど、うん、第5節で戻ってきた時には、うん、とんでもないスーパーセーブ連続させるんじゃないかってのも、ちょっと思いますよね。前もね、神、ゴッド福本なんてね。ゴッド福本。確かにそうだわ。一個また、いや、DVD のためのドラマができたんじゃないですか、うん、長さんの来週初めの練習の一言とかも取られてますよ、多分ね。いや、やってほしいな。いや、そうでしょ、そうでしょ。熱いね。ありますね。見どころたくさんだ。ねえ、うん。あと、そう考えたら、そういえばね、はい、今、まあ、京都岩田という昇格ダービーの話しましたけど、はいはい、J2 で見ても、ほら、大宮熊本戦、そして琉球岩手戦とあって、いや、そうだね。で、J3 からの昇格組の両チームが、いわゆる勝ち点3を手にしてっていう。うん、そうね。のがありました。やっぱでも例年やっぱ序盤頃なんだろう、スカウティングされてないからっていうのもあって、うん、いい結果をっていうのはね、先生もよく言ってくれるやつですもんね。そうですね、うん、ただちょっと大宮熊本は交代選手ってところがもしかしたら響いたかなと思ってて、監督バチ当たりでした ね、 ね、相原選手バチ当たりじゃないね、采配がバッチリ当たってましたねってことで ね、 ね、はい、特にね、逆転打になった相原選手の後半41分のゴールに関しては、はい、で田辺選手の、ね、コーナーキック含めて他にもね、みんなその交代で入った選手でつないでつないでみたいなところも多かったから、まあ効いたってのはすごく言えますよね。そうでしたね、うん、だしあと、いわゆるね、グルージャの方も、うん、まあ、最後決めたのが深川選手でしたけど、はい、まあ、大卒ルーキーの、まあ、大抜擢でもありましたから、ドライブシュートね。そうなんですよ、これはやっぱりこれは秋田監督だよなっていうのすごい感じる部分でもありましたよね。はい、ありましたね、うん。なんか面白くなりそうですね。そうですね。また新潟もさ、いてビハインドでしたけど、はい、やっぱり60分過ぎの本間4ですか。やっぱ出てきますよね。出てくる。交代選手みたいな、60分で入ってきた人のようなバーストしますよね。うん、やっぱなんか60分からギア上げられる人、または、途中交代組で、ね、うんうん、チームにいいプレゼンスもたらせる人っていうのがかなり効いてる気はしますよね。先発なのに、あの時間から圧倒的なギアを上げれるっていうのはすごいですよね。いやー、すごいね。見てて楽しいんだよな、あの人な。いいよね、うんうんうん。今、ちなみにですけど、はい、その新潟って話しましたけど、うんうんうん、新潟今3得点なんですよ。はい。だから2アシスト1ゴールってことで、全部に絡んでる。全部に絡んでるし、すごい。これはすごいよ。うん、ね、やっ
ってるわなというのがあり、ああやってるわな、なんかいろいろでも他ね、いろいろチームに色があって面白いですね、やっぱね。本当そうですね。いろんなところがこう見えてくるのがすごく楽しい。うん、し、あの、やっぱりね、そのプレスとか、ビルドアップとか、あの、個人技でとか、まあ、いろんな形、各チームありますけど、うんうん、やっぱりこう、まだまだ全部ができないんだなってことを分かった上で、やっぱ各チームやってる分、うん、はいはいはい、そう、よりこう、特色がなんか生えて、出てきてるのかなっていうのも、ありますよね。そういうことなんですね。いやー。いや、鹿島戦見てたんですけど、あの、やっぱりあの、大岩さんじゃないよ。岩松さんが、さんうん、もうあの、勝利した後にもへたり込むような、で割とこう蹴り込むようなビルドアップも諦めてというか、後方からはね、あんま見たことないですよね。そうですね。あの感じだからどう、はい、今現状の一番なんていうの勝ち筋っていうか確率を上げるプレーでまずホームで一勝っていうのにこだわったのかななんて思ったんですけど、うん、いやーだじゃないですか。なんだろう、鹿島はやっぱりその左サイドユーマー安西だとか含めて、はいはいはい、まあこの日はね荒木選手に変えて土井選手入れてきたりだとかいろいろありましたけど、うん、先発ね。はい。やっぱりレイソルの、まあ、右のウィングバックに入った豊島幸郎選手だとか、大南選手だとか、はい、やっぱ封じられる瞬間も、いわゆる、もう岩政パターンというか、うん、ちょっともうバレてきてるところ、まあ、川崎相手には結構やられましたけど、はいはいはい、そのあったのかなっていうのを思うので、そこはやっぱりいろいろこう修正、修正、修正みたいなところで、どうにかこう逃げ切ったところありましたから、なんか、もう、あの、これ多分レビューはすると思うんですよ。うんうんうん、レビューします。あ、試合のね。はいはい、はい。はい、うん。いわゆる、なんか、執念岩政みたいな、そんな感じなのかなっていうのは、感じましたね。あと、ほら、センターバックの、ね、はい。彼が、はい。関川くんね。関川選手が、勇敢に飛び出して、あの、はい、奪って、ちょっと前に出て、うん、スルーパス優馬に通したとかあったじゃないですか。やったね。あれ、優馬決めてたらドラマでしたよね。いや、そうですね。なんか取り返してやったぜ、俺がみたいな。でも、あれはちょっとグッとくるシーンだったかなっていう。いやのもあるし、最後の笛逃げ切った時の、あの、岩政さんの、うん。あの感じもちょっとグッとくるなっていうね。いやまあまあね、あの、今週はね、そういえば、まあさ、皆さん、久々というか今シーズン初めてですけど、はい、ミットがねえ。いや、そうですね。通常の。通常運行になりますから。ネルシーニョ監督もそれ聞かれて、はい、まあでもまあ、ミッドウィークない、1週間休めるけど、まあそういうのは別に、相手がどうとかそういうことじゃなくて、あの別にやることはやるだけだって言ってましたけど、顔は休めるって顔してましたけど、いや、本当そうだよ。本当、お疲れ様でございます。お疲れ様でしたよ。ね、確かにロースコアになってるのは、そういうのもあるのがね、あると思いますね。に関してね、なので、まあレビューもだから、普段だったら、はい、まあ水曜日に試合があるってなると、火曜日の朝ぐらいまでしかやっぱりあまり見られないっていうのは正直あるんですよ。うんうんうん、なんだけど、まあ、火曜、水曜ぐらいまではレビュー出してもいいかなと思ってるんで、あ、まあ、またね、色分け的にね、そうですね。はいはい、なんで、1、2試合だから、またピックアップして、お届けできればなとも思っておりますので、はい、はい、はい、どうぞよろしくお願いします。あとは、花粉症はね、暖かくなってきてね、もう鼻に飛び込んでくるわけですよ。眠くなっちゃう。今年の花粉は眠くなる。そうね。その対策方法も、三笘さんとね、共させていただいておりますので。その振りじゃないんだけど、ごめんなさい。あ、違かったんだ。ついやっぱりそう、本当に。本当に眠いんだもん。いや、そう。普通に眠いんだ、ね、寝ちゃうんだもん、電車の中とかで。おじいちゃん、ね。おじいちゃんだなあとね、皆さん、あの、第2節か、三笘さんとのコラボ、はい、食のフォーメーション第2節、大一番編ってのも、ね、三笘チャンネルにて、はい、3月6日日曜日の、はい、18時かなにも出ておりますので、はい、うん、そちらも見ていただけたらと思います。チャンネルも見てくださいね、よろしくお願いします。ということで、いろいろ始まっております。いろいろまた企画もね、はい、新企画も目白押しでね終わりますんでね、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ということで、大丈夫ですか、お知らせとか。大丈夫です。近況とか大丈夫ですか。大丈夫だよ。いや、多少無駄な話もしないねえよ、俺。いいですよ。無駄のない男。無駄ある、無駄の、無駄話してください。今日の夜、うん、マンデーライブでーす。無駄がねえな。わかりました。お願いします。いてちょうだいませ。ということでね、はい、今週も楽しく少しでも参りましょう。ミッドウィークはないですよ。ということで、井上バーでした。野宮里でした。こちらサブワカです。チャンネル登録お願いします。それでは、また。はい。